しょ。こんにちは。今日はこのダブルモンクの靴の出し縫いをやります。地獄の出し縫いなんですけど、ちょっとさすがに一目一目開けてこう縫っていくのは辛すぎると思ったんで、あの下穴をね結構しっかりめに、ね、開けました。めちゃくちゃ硬いんで太めの針でちょっと大きめに穴開いちゃったんですけど、一応全周下穴を開けまして、実際に本番で使う縫い針はこの細めの出し針を使うんですけど、こいつでもう一回ねこう穴を開け直して糸を通して縫っていきます。じゃあ使う糸の加工をしようかな。糸これなんですけど、これ針につけるためにはこの先端をね細くしなきゃいけないんですよね。こんな感じにふさふさにするんですけど、これをやります。この紐は6本寄られてるんですよ。繊維のまとまりになってる端子が6本合わさってできてるんですけど、これを1本ずつ分解してこうして分解して、この分解した1本も一応ねよりがかかってるんですよ。細い繊維のよりが、麻の糸なんですけど、これをねこの寄られてる方向と逆の方にこう回転をかけるとこう繊維がねほぐれる、そうやってふさふさになったこの糸をこのねワイヤーのブラシでこうやってこするとこっちにね残るんですよね。繊維が取られてこの糸先がどんどん薄くなる。こんな感じでね、さらにふわふわになります。そしたらこの松ヤニにこのふわふわをこう擦りつけて、このふわふわからこの毛先がピンとまとまるんですよね。で先端はもう本当に極細ですね。ここで伝統的なやり方だとイノシシのね毛を使うんですけど、僕は今回は細い真鍮のねワイヤーを使いました。真鍮のワイヤーを回して、こんな感じの針を作りました。で、このできた針の輪っかに、さっきのこのね極細になった糸を入れて、このくるくる。で、これで OK ですね。よし、縫っていきます。ちなみに今回はダブルソール、底が分厚いんでちょっと糸を長めに6メートルぐらいね取ってます。6メートルまでいらないかもしれないんですけど、短くてあーってなるよりはいいかなと。よし、やっていきますね。これまずこれ下穴を開けてるからまだこう気が楽なんですけど、このね下穴を開けるのにね2時間か3時間ぐらいかかりましたね片方だけで。硬くて硬くて、よし。そういえばこのダブルモンクシューズのこの由来っていうのをまだ話してなかったんですけど、ダブルモンクシューズにはデザインの由来と名前の由来、2つね由来があるんですよ。まずデザインの方からいきますと、このダブルモンクのデザインっていうのは由来がはっきりしてるんですよ。革靴でデザインの由来がはっきりしてるのってあんまりないっていうか、多分他にないんじゃないかなと思うんですけど、紐靴の中でもいろいろねウィングチップだとかあるじゃないですか。あれってこうなんかもともと穴飾りってなんか沼地での排水性を良くとか、なんかそういう機能性があったりするんですけど、あとはそのモンキーブーツとかエンジニアブーツみたいな、なんか職業から由来してる靴みたいな、そういうのが結構多い中で、このダブルモンクシューズはそういうのとは違ってビスポークシューズから来てるんですよね。で何かというと、これがねジョン・ロブですね。僕の大好きなジョン・ロブ、これはね1945年ジョン・ロブの、まあ、当時の
ディレクター、まあ、王者だったウィリアム・ロブっていう人がいて、その人がビスポークで、あのイギリスの国王、なんだっけ、エドワード8世だったかな、ウィンザー公っていう人がジョン・ロブにね、あの注文したんですよ、靴を。でそのウィンザー公っていうのはすごいおしゃれな人で、そのウィンザー公にこのウィリアム・ロブ氏が考案したデザインがこのダブルモックで、デザインの由来としては飛行機の操縦する人、パイロットが履くブーツがこういうストラップ系のブーツだったみたいで、そこから着想を得たらしいです。だからその革靴のデザインの中で多分唯一かな、その誰がいつデザインした何のための靴っていうのがね、はっきりしてるんですよね。今ジョン・ロブには定番商品としてジョン・ロブのモデル名ウィリアムっていうやつがあって、そのウィリアムはそのウィリアム・ロブ氏から、ね、名前を取ってるんですよね。デザインの由来は今言った通りなんですけど、ダブルモンクっていう名前は当時からダブルモンクっていう名前を付けてたのかは知らないんですけど、モンクっていうのはあの修道僧のことなんですよね。なんで修道僧が出てくるかと言いますと、モンクストラップシューズっていうのがあって、シングルモンクシューズっていうのがあるんですよ、靴のデザインに。それはストラップを1個でここにね帯状になってるやつなんですけど、昔なんかアルプス地方の修道僧がね履いていたらしいんですよ、あの 教会の人教会の人っていうか教会にいるお坊さんが履いてたやつが、そういうねストラップタイプの靴だったらしくて、ストラップで留める靴のことをモンクストラップシューズっていうんですよね、多分ね。でモンクストラップシューズっていうのがあって、でストラップがこの靴はね、ダブルストラップなんで、そのモンクストラップシューズのダブルってことでダブルモンクで、多分元々のシングル、元々のモンクストラップって呼ばれたやつが、ストラップが一つなんでシングルモンクっていう風に呼ばれるようになったと思うんですけど、そういう感じでデザインの由来と名前の由来がちょっとごっちゃになってるんですけど、まあそのデザインの由来からもあるように、もともとこれミリタリーブーツから来てるってことなんですよね、軍物の靴ってことなんで、こうやってダブルソールでダブルウェルトでこういうなんかゴツめの革を使って作るみたいなのは、結構そのもともとのデザインの由来からすると結構当てはまってんじゃないかなと思うんですけどね。でその通りジョン・ロブのウィリアム、その定番モデルのダブルモンクはシボカワを使ってトールが厚めっていうのが割と一般的なデザイン、定番デザインみたいになってると思います。でね、もう一個ねあるんですよ、パラブーツにウィリアムっていうのがあるんですよ。パラブーツっていうのは、ジョン・ロブパリと同じくフランスの靴ブランドなんですけど、パラブーツにもダブルモンクでウィリアムっていう名前がついてるんですよね。結構ね、あの日本でもかなり人気高いんじゃないかなと思うんですけど、その辺ってどうなんでしょうね。靴のデザインって著作権とかないじゃないですか、多分。だからジョン・ロブのウィリアム・ロブ氏がもともとデザインしたやつをまあパクってるまあ僕もパクってるんですけど、でウィリアムっていう名前までつけるっていう、いや逆にいいのか、リスペクトしてる感じがあって、その辺のデザインってなんかファッション系のアイテムにしてはなんか珍しいような気もしますね。ちなみに下穴は結構開けてあるんで、しっかりめにこの本穴はそれほど力もいらず結構ね気軽にできますね。とは言ってもね、結構な縫い目の数なんで、多分片方200ぐらいはあるんで、まあ、大変は大変ですね。ラストウェルトから片っぽだけ入れまして、よいしょ、
はい、まあできました。いや意外と大変でしたね。あの穴開けはそんなにもうすでに開けてあったんで大変ではなかったんですけど、ソールがね分厚い分ね糸が通りづらくて、それがねめんどくさかったですね下の開けは前もってやってたんですけど、この下の開けがね結構難しくて、あのこういう針でこうやって内側にねつけたベルト側につけた印にこういう針を入れて、こっちに掘ってある溝にこう針をね出すんですけど、結構ずれるんですよ。これはねソールがもっと薄いとこっちのね角度が多少ずれてもまあそんなに影響ないんですけど、ソールが分厚くなればなるほどここのね入れる角度がちょっと変わるだけでこっちのね溝に全然出てこなかったりして、それがね結構大変だったんですよね。だからもう縫いながらやると気がおかしくなりそうだったんで、あらかじめ一応全部やっといたんですよね。いやダブルソールは大変だ大変だ。でどんな感じになったかと言いますと、こんな感じですね。まあ縫い目はそこそこ、縫い目のピッチは 3.5 ミリ間隔で縫いました。でね、ダブルウェルトなんでかかと周りも全周で、このつま先の方を中心にこのウェルトにつけたポコポコと出し縫いがね合うように印をつけたので、結構綺麗に見えるんじゃないかなと思います。いややっぱりねダブルウェルトは結構めんどくさいな。かかとの周りを縫うのが増えるだけで60針ぐらい増えるんですよね、ここのかかとが増えるだけで。いやそう考えるとなかなかダブルウェルトはやっぱりめんどくさいな。ちなみに今回全周400針ぐらいかなと思ったんですけど、全周60センチちょいぐらいなんで170、180針ぐらいですね。余りは1メートルちょいぐらいなんで、糸は結果的に5メートルぐらい使いました。よいしょ。はい、というわけで今回はね出し縫いをしてみました。あ、時間は3時間半ぐらいでした相変わらずね時間かかっちゃいますけどね、出し針は折れることなくいけたんでよかったですね。じゃあ今日はこんなところで、また次の動画でお会いしましょう。